ご機嫌様です。断捨離の山下秀子です。今日はなんと断捨離トレーナーをね、お招きした、いや山下がお招きするっていうのも非常に変なんだけど、まあ、呼びつけたわけでもないんで、来ていただいた、トレーナーさんたちとお話を進めて、参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。懇親会ができないのが、これはもう絶対にね、こう場作りをしなきゃいけないと思って、やっぱり最初ズームね、今はズームだからっていうんでズームの、機会を作ったんです、最初に。そしたら皆さんも自主的に、ホストをやってみたいとかっていうのをされて、だからもう、そういう意味では逆に、卒業したらすぐにお茶会でも開ける状態。そうですよね。募集、ね、どうやって募集かけるかとか、ズームどうやってやるみたいなのも、もう全部やって、いたので、だから全部悪いことばっかりじゃないし、いいことばっかりじゃないけれども、まあやりようでいかようにもできるのかなって思いました。ズームのおかげでね、まあ今日もズームみたいな配信になるわけで、ズームじゃないけどね、サロン配信ではあるんだけど、こういう形が、こう、で、まあ、断捨離を分かち合える、あるいは断捨離を伝えることができるっていうのはね、ありがたいなと思いますよね。で、ひとみさんだって出てくるの大変だったよね、小さな。はい、はい。デビューちゃんをね。はい、今日も送ってきました。幼稚園に。こうやってこう、いろんなこう、その、まあ、様々な、こう、苦労っていうのかな。そうじゃなくて、苦労ではないな。様々な、こう、負荷をね、負荷を、こう両手にね、あるいは背中に担ぎながら、でも一旦下ろして、トレーナーの勉強とかね。一旦こっちを手放して、トレーナーの活動をして、そしてそれが終わったらまた持ってっていうね。そういう、こう、ことをね、しながらね、みんなトレーナーの道をね、歩んでると思うんだけど、特にお二人ね、ひとみさんとちかこさんがね、トレーナーまでなろうって思った気持ちね。さっき、まあ、やる気はないと思ったわけど、まあ、それは思い込みだよね。やる気はないという思い込みのベースになる思いって、断捨離への思いって何なのかな？私はもう全然迷いがなかったです。あ、そう。はい、もうこれをいただいた時点で、あ、これは、呼ばれたんだと思って。すごい思い込みだね。はい。あ、そう。迷いは未だにないです。へえ、そんなもんなんだ。はい。ひとみさんは？私は、まあ、家事が大好きだったので、何かそれが、なんか、活かせるようなお仕事に、もう以前から就きたいなとは思ってたんですけども、まあ、断捨離を知って、また断捨離トレーナーになる、あ、ごめんなさい、断捨離を知って、断捨離トレーナーの存在をまだ知らなかった時に、断捨離が、仕事になればいいのになって思ってたんですね。そうですね。そういうトレーナーっていう存在を知った時には、やった！そうなんですよ。そうなんですよ。そうです。はい。あ、そうなんだ。いや、ゆきこさんは、すさまじい部屋でトレーナーを覚えになって。そうですね。やっぱりその、お客様と一対一なりって、近い距離で、何かしらね、仕事ができるっていうのがすごい魅力でしたし、やっぱりその、断捨離を仕事にすることで、この、ね、凄まじい状態だったので、戻っちゃうんじゃないかなっていう恐れもあって、だから仕事にしていくと、多分これを維持していけるんじゃないか、さらにスパイラルアップしていけるんじゃないかっていう思いもありましたね。お客さんのためでもあるし、実は自分のためみたいなね。でも私はね、まあトレーナーの役割ってね、それこそ、まあ、空間をクリエイトしていくっていうことが、まあ、主題になるんだけど、ゆきこさん見てて、トレーナーさんの仲間をサポートするっていうところでね、非常に貢献してくださったじゃないですか。ああ、だからこの、いろんな、こう、同じトレーナーでもいろんな役割がね、担えていくんだなっていうのはね、すごく思いましたね。DVD 付き断捨離入門講座は、Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は、どうぞ概要欄からお申し込みください。そして、テレビでご覧の方は、こ
ちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。